映画の中では、必ず色を添えるマドンナたちが登場する。彼女らは主人公たちを悶々とさせ、時には頭を悩ます存在ともなる。しかし、そんな憎めない愛くるしさに、多くの映画の主人公たちは翻弄されてきた。本日は、1970年代に空前の大ヒットシリーズとなった。トラック野郎、シリーズのマドンナたちについて語ってみよう。まずその記念すべき第一作目を飾る女優には、クラカノヨーコ役を演じた中島豊である。中島は東映不良性感度と呼ばれた、この時代には珍しく、清純派女優として売り出された。また、大学生のファンの間では彼女の処女を守る会などが結成されたくらい根強い人気ぶりであった。そんな中島の本作、トラック野郎ご意見無用の彼女の役どころは、全国各地どこの街道にもある、長距離トラック御用達のドライブインでウェイトレスとして働く陽子に、一番星、こと菅原文太扮する星桃次郎が一目惚れするという、このシリーズの流れを決定づけ、囲碁シリーズの定番となる場面から始まるのである。そんなトラック野郎たちが集まるドライブインの中の好一点、中島のその凛とした美しさがきらびやかに映える演出効果も鮮やかと言えた。そのクールな目鼻立ちに、どこか憂いがちな感じが、桃次郎のハートを熱くさせるのであった。中島は1973年に、夜の歌謡シリーズ、女の道で映画デビューし、東映専属の女優として、数多くの作品に出演した。その美しいトータルバランスの取れた死体で、1971年にはミスパシフィックの日本代表にも選ばれた。菅原文太とは、その後、横浜暗黒街、マシンガンの竜で共演し、大胆な熱演ぶりであった。男性路線中心の東映では、女優も脇役の息を抜け出ることができない中、中島もテレビドラマに主力を置いていく。90年代以降は、居酒屋の女将役など、割と落ち着いた役柄などが多くなり、現在も時折、ドラマやバラエティ番組にも出ている。阿部静江、二代目マドンナ役の高見沢英子役を第二作、トラック野郎爆走一番星、で演じた。桃次郎のキャラクター設定や、その他主要キャストの配置、また熱烈にマドンナに恋をし、プロポーズをする過程の中で、不慣れな真似事をする場面も、第二作目から顕著に見られるようになってきた。今回のマドンナとの出会いの舞台も、桃次郎がトイレを借りに向かった先がドライブインであり、慌ててトイレに入ったものの、トイレに紙がないことを知り、その場にいたマドンナの英子が、そっと桃次郎にティッシュを差し出したことから、恋が芽生えるという展開ぶりである。英子はドライブインに下宿する大学生で、彼女の愛読書が太宰治であったことから、桃次郎は読めもしない太宰の全集を揃え、あたかも太宰治の熱烈な愛読者のごとく振る舞い、彼女の気を引こうとするが、すべて彼女にはお見通しで、それが裏目に出てはいるものの、彼女は桃次郎の熱意に心少なからずほだされるというシーンであった。しかし、彼女にもすでに別なる本命の男性がおり、またしても振られてしまうのである。阿部静江は本作品で本格的に歌手から女優業としても活動をし始め、映画やテレビドラマにも出演していく、また数多くのヒット曲もあり、水色の手紙を含め、レコードもシングル16枚、アルバム8枚を発表するほどの活動ぶりであった。その美貌は衰えることを知らず、未だ独身であるのも信じがたい。2005年からは日本歌手協会の理事を務め、テレビの歌番組などでも歌手活動を行っていたが、2022年3月に脳梗塞に見舞われ入院、その後、転院先のリハビリ専門の病院に5月まで転院していた。阿部は無事に退院し、日本歌手協会のイベントで仕事復帰を果たした。さて、トラック野郎、シリーズも好評につき、第3作目にあたる望郷一番星であるが、今回のマドンナとの出会いは、定番であるドライブインではなく、フェリーで北海道へ向かう途中にマドンナ役の島田陽子と出会い、恋に落ちる桃次郎のお話である。ここで本命である、ヒロイン三上明子の島田に、前回同様のサブのヒロイン役も花を添え、しゃかりきに男勝りの役柄で登場する女優陣も面白く。桃次郎は、浜那須のお涼さんこと浜村涼子役の土田早苗には目もくれず、ひたすらマドンナの明子を一途に追い求めていく流れも、前作のバキュームカーの運転手、杉本千秋役の鴨桜と同様の扱われぶりなのであった。いずれはこのサブのヒロインもこの動画で紹介できたらと思う。今回の島田演じるマドンナの役どころは、
両親に先立たれ、一人、牧場を経営する跡取り娘であり、そんなひたむきな性格の島田に桃次郎は、ぞっこん惚れ込むのだが、またしても、彼女にはすでに別なる本命の男性がいたという悲しい結末なのであった。いかにもヒロイン役がよく似合う島田であるが、彼女は映画畑の女優というよりも、テレビドラマ、続、氷点で本格的な女優としてスタートし、その清楚な魅力でお茶の間で人気を集め、映画、犬神家の一族、やアメリカ NBC テレビ、将軍のヒロイン役で、世界的にも知られるようになり、国際派女優と呼ばれた。なお、後年、島田にとって本国では、これといった当たり役には恵まれず、女優としてのキャリアを生かしきれていない印象だった。2020年7月に病気のため、病没。まだまだ女優としても活動できる年齢であったのが惜しまれてならない。続く第4作目の、トラック野郎天下御免のヒロイン役は、由美かおるである。この当時、彼女は映画にドラマに幅広く出演していた印象が強く、とにもかくにも多忙を極める芸能活動中の日々であった。映画、ノストラダムスの大予言、や、エスパイ、またはドラマ、日本沈没、のヒロインなど、いかにも70年代を象徴する女優であった。今回のマドンナ、由美かおるの役どころはといえば、母親と巡礼の旅をする途中、お遍路姿の彼女に、桃さんが、すれ違いざまに顔を見合わせ、またも一目惚れしてしまうという定番のパターンである。毎回懲りない桃次郎ではあるが、そこは風天の虎次郎同様に一生懸命であるのだが。今回の風向きは、桃次郎の相棒であるジョナさんこと、相川欽也も湯に扮する若子と仲睦まじくする姿を桃次郎に見られ、がぜん、ライバルシーンを燃やすトライアングルな展開になるのかと思えば。何かと回を増すごとに、ちょっとした誤解のもとから大きな火種となる場面も、本作の流れを特徴づけている監督鈴木のリブミならではの演出であった。ここまでの流れで、桃さんが見とれてしまうマドンナの好みの特徴も、清楚で美人で品のある、まさに理想的な女性像であり、こうも毎回出会う美女との確率も統計的にありえないとは思うのだが、そこは映画の世界、世の男性人にとっての男の夢とロマンを体現させてくれる桃次郎こそ、まさに男の夢でもあるのだ。ちなみに本作品はシリーズの中でも過去最高の配給収入の12億8000万円を記録し、堂々のドル箱入りを果たした。シリーズも第5作目を迎え、絶好調のトラック野郎シリーズ。今回は新潟の佐渡島を中心に繰り広げられていく。これまで長距離トラックを生業とする桃次郎。シリーズを通して、北は北海道から南は九州と全国各地を乗り継ぎ、全国全域を網羅したかのようだ。そして今回のマドンナは、新潟美人と呼ぶべきヒロイン、美奈子役の片平渚を5代目マドンナに迎えている。桃次郎は佐渡へ渡ると、その荷物の届け先にいた美奈子に一目惚れ。また、シリーズ中の快挙となる美奈子との恋の行方が、ようやく実を結ぶかのように思われたが、前作が大ヒットとなったため、主要キャストが豪華メンバーとなったのは気のせいだろうか。脇役はともかく、メインのマドンナ役の片平渚にしろ、サブの夏木陽子と、または女トラッカー紅弁天の八代亜紀といった歌手、女優陣が花を添えているのもバランス感覚が良く、それぞれ演じる役柄が特徴付けられていた。マドンナの美奈子は、その名前からして水黒曜を連想してしまう名前だが、それは彼女が子供の頃に水子地蔵の足元に捨てられていたことから、その名前の由来が付けられた悲しい過去を持っていた。そんな美奈子ではあるが、今では分校の女教師として、明るく振る舞い、生徒からも慕われている存在であり、桃次郎もそんな美奈子にぞっこん惚れていた。片平渚は、今でこそ2時間ドラマの女王の異名を持ち、テレビドラマのサスペンスものには欠かせない女優さんとなった。その佇まいは今も昔も変わらず、未だ独身であり、浮いた噂も聞かない。全国各地をトラックで飛び回る桃次郎の今回の恋のお相手は、剣道三段の腕前を持ち、それに打ち込む夏目雅子演じるマドンナ小早川雅子に見とれ、自らも彼女の気を引くために日夜剣道に打ち込む桃次郎であったが、その恋の行方はいかなるものやらという展開が、第6作目のトラック野郎男一匹桃次郎である。さてシリーズも後半戦となり、話のストーリー展開も、やや定着した感が否めないマンネリ化対策に、今回のマドンナ役に今は亡き夏目雅子を登場させたことも大きい。
マドンナの小早川役の夏目の美しさもシリーズ中最強の美しさを誇る女優さんではないかと思われるくらい、歴代シリーズのマドンナ役にはぴったりであった。また、きらびやかで美しい彼女だからこそ、山こもりをしながら、剣道の猛特訓に励む、桃次郎の姿も俄然生きてくるのである。夏目の本格的な芸能活動は、日本テレビの愛のサスペンス劇場、愛が見えますか、からであった。夏目は486人の応募者の中から選ばれ、ヒロイン役を見事勝ち取るが、まだあの、鬼龍院花子の生涯、の迫真の演技とまではいかないまでも、将来の大物女優としての原石がそこにあった。そんな夏目雅子が、わずか27歳の若さで急逝してしまうとは、誰しも思わなかったことであろう。美人薄命とはよく言ったもので、彼女もその名の通り、美しいまま、旅立ってしまった。今も人々の脳裏に、あの健康的なキャンペーンガールの彼女が微笑んでいるに違いない。7作目のトラック野郎突撃一番星から、新たに千田光を扮する桶川玉三郎が新メンバーとして加わり、マドンナの趣向も前作の夏目雅子から原田美枝子に変わり、絡むサブ役の女優もキキキリンという、これまでの美女揃いの出演とは若干いかなくなってきたようだ。また、この時代、ハリウッド映画、未知との遭遇の影響下にあったこともあり、何かと SF タッチの要素が見られた。今回のマドンナ、原田が演じる月田恵里子は、玉三郎の幼馴染でイルカの調教師をしていた。そこに一目惚れした桃さんが駆けつけ、アタックするのだが、その風向きは思わぬ方向へと流れ、彼女の上司である危機扮する石部澄に惚れられてしまうのであった。他には真珠の研究家をする川谷拓三が、ヤクザ映画の彼とは一味違う役柄で登場し、桃さんのマドンナ月田が彼に思いを寄せているのも面白く、全体的に工夫が見られる作品となった。原田美枝子は、15歳の時に、恋は緑の風の中、で映画デビューをし、増村康造監督の、大地の子守歌、で、みっちりと増村監督にしごかれ、その回あってか、女優としても、この難しいヒロイン役を見事に演じ、演技改元したと言われた。以後、話題作の映画やドラマにも出演し、注目された。彼女は女優として現在も活動中である。いよいよ、トラック野郎、シリーズも本作を入れて、残すところ3作品となった。今回のマドンナ役は、これまで数多く登場したマドンナとは一味、違い、一人息子のいる未亡人であり、少し現実味を帯びた設定で、地味な感じがしたものだが、そんなヒロイン役を大谷直子が演じていた。そしてシリーズ中唯一、桃さんの中で星が光らないのである。なので歴代マドンナとは、若干趣が異なる役柄であった。桃次郎にとっては、たとえ子持ちの女性であろうが、なかろうが、そんなこだわりや重荷を感じない、寛大な桃次郎の心の広さを感じみてしまうのだ。そんな子供に不慣れな桃さん、彼女の息子が大事にしていたおもちゃを一番星号に踏みつけられたため、その関係も危うくなり、そのお詫びとしての誠意を見せるのだが。そして大谷が演じた静代は桃次郎に対し、女としてではなく、母親として息子と共に生きていくことを選ぶのである。そんな女性の強さを感じさせるマドンナであった。これまでのマドンナ役の中でも大谷は年長にあたり、女優としても落ち着いたベテランの息を感じさせた。映画デビューが1968年の肉弾であるから、他のマドンナたちよりも場数を踏んでいる分、しっかりとした演技力を見せてくれた。その存在感たるや、さすがメリハリのある演技に、桃次郎が惚れるくらいのいい女を演じていた。歴代マドンナの紹介の途中ではあるが、トラック野郎、シリーズを構成する上で、その要素として外せないのが、国道沿いに点在し続けているドライブインであった。とはいうものの、平成から令和にかけて、全盛期の時代と比較するまでもないが、年々減少傾向にあるのがドライブインの現実である。そんな古き良き昭和の時代の頃のドライブインが、まだまだ生き生きとしていた頃が、トラック野郎、シリーズの中で描かれたドライブインであったのだ。まだまだその頃は全国的に見ても、今のコンビニのように24時間営業のお店はなく、こうしたことからもお腹いっぱい腹を空かせたドライバーたちにとっては、24時間営業のドライブインは、ドライバーたちにとっては休憩場所としても必要性のある場所であったのだ。そうした時代背景を知りながら、トラック野郎、シリーズを鑑賞してみるのも良いかもしれない。
大ヒットシリーズ、トラック野郎、も第9作目となった。この本作、熱風5000キロ、の兵衛がジャッキー・チェンの記念すべき日本初上陸作品となった、ドランクモンキー水拳だった。トラック野郎、とカンフー映画とは妙な組み合わせだが、当時は2本立て興行で、このように意にそぐわない取り合わせの2本立て映画が多かった。ちなみに前作の兵衛作品が時代劇、水戸黄門、であった。果たしてトラック野郎、目当てに見るお客が時代劇、水戸黄門を一緒に見たがるものなのかと疑問に思うのだが、そして今回のマドンナは小野美幸である。ちょっとこれまでにないタイプのマドンナ役の登場ぶりであった。そんな勝ち気な西澤夏扮する小野に、飲み比べには自信のあった桃次郎も苦戦した。いつしかそんな男勝りの夏に桃次郎の星がキラキラと輝き、すっかりといつものように惚れ込んでしまう。小野美幸は1979年に資生堂のキャンペーンガールに選ばれ、同年本作品トラック野郎のマドンナ役に抜擢された。以後着実に女優の道へと歩んでいく。その後リドリー・スコット監督の目に留まり、ハリウッド映画ブラックレインに出演。わずかな登場シーンではあったものの、その抜群のプロポーションの良さはハリウッド女優にも引けを取らないくらいの印象ぶりであった。映画やテレビドラマにも数多く出演したが、彼女ほどの美貌を持つ女優ですら、なかなか主役を演じる作品には恵まれなかった。さて、いよいよ、トラック野郎、シリーズも本作、ふるさと特急便、で大詰めを迎える。これまでのマドンナ役は一人と相場が決まっていたが、今回のマドンナは、森下愛子と歌手の石川さゆりである。桃次郎はまたしてもいつものように一方的に一目惚れをし、どんどんその思いは膨らんでいくのだが、森下愛子演じるマドンナは初期のマドンナ同様にドライブインで働くウェイトレスで原田大二郎扮する結婚を約束した許嫁の龍二がいた。一方売れない歌手として土佐回りをする小野川由佳役の石川さゆりに、何かと桃次郎は力となり、落ち込む彼女に優しく励ましの言葉をかけてやる。そんな彼女にもようやく本格的な歌手デビューのチャンスがやってきた。しかし、やっとのことでプロのチャンスをつかんだものの、由佳の気持ちは桃次郎へと揺れ動く。そこで桃次郎も内心由佳の気持ちを受け入れたいのだが、そこを突っぱねて彼女を歌手への道へと歩かせるのであった。なんとも桃さんらしい本作最後の終演を迎えた本作であった。そしてトラック野郎、星桃次郎は、今日もどこかでマドンナに恋焦がれながら、日本全国を旅から旅へとトラックを転がしているに違いない。さて皆さん、いかがでしたでしょうか。前作に登場したメインのマドンナ役の女優さんたちを全作品を通して紹介してきました。その時代の歴代マドンナたちの美しさには目を見張るものがあり、それぞれ思い入れのあるマドンナ役の女優さんもいたのではないでしょうか。こうして映画作品を振り返ることで、桃次郎のマドンナ役の新たな発見が年齢を通して再発見できたなら大変嬉しく思います。本日は最後までご視聴くださりありがとうございました。